激戦の鈴木さんです。お世話になっております。本日はね、皆さんに2つお知らせがございます。まず1つ目、激戦の鈴木さんにね、新しい仲間が来てくれました。うなぎのうなぴーです。うなぴーね、今日でうちに来て3日目ぐらいになるんですけれども、今朝ね、うなぴーが入ってるボール見てみたら、うなぴーがいなくて、え、うなぴーどこ行っちゃったのって思ったら、うなぴーなんと上に網をかぶせてたにもかかわらず、その網をずらして外に出て玄関におりました。え、うなぴーカピカピじゃんと思って急いで拾い上げて水の入ったボールに戻してあげたら、また元気にうなぴー動き出しました。うなぴー生命力がとっても強いんですね。さてさて、もう一つのお知らせ、本日カットするフィッシュはうなぴーです。ということで早速フィッシュをカットしていきましょう。はい、というわけで本日うなぴーをカットしていくこのまな板なんですけれども、うちのまな板ね、これ竹製なんですよ。なので目打ちするために釘とかね、パーンと打つことができないんですね。割れちゃうんで。ということで今回特殊仕様になってます。このようにコンロの縁のところとまな板の間に釘を逆さに挟みまして、でこっちに来るとこういう感じでワイヤーブラシですとか、あとちょっと釘なんか挟んでね、もうギッチギチに固めて動かないようにセッティングしてあります。この状態であればね、目打ちちゃんとしてうなぴーをカットしていくことができるかと思いますので、ではまずはね、まな板にうなぴーを連れていきましょう。はい、ではでは皆さん、こちらうなぎのうなぴーでございます。でね、うなぴーなんですけれども、こちらこのままおろそうとしても生きてるんでめちゃくちゃ暴れますので、まずは氷でギッチギチに締めていきたいと思います。はい、じゃあこちらですね、ファミマのロックアイスでございます。こちらをこれからうなぴーにかけていってギチギチに締めていきます。暴れんな。はい、ではこちら食材のうなぎが完全に氷漬けになりましたので、このままね、10分20分ぐらいちょっと締めていこうと思います。はい、ではかれこれ2、30分ほど氷の中につけまして、食材のうなぎもしっかりね、動かなくなりました。ではね、こちら氷からうなぎを取り出しちゃって、ぬるぬるですね。はい、取り出しちゃいます。そうしましたらこちらですね、さっき立てていた釘ですね、ここに目打ちをしていっちゃいます。本当は上からね、トーンとやっていくんですけれども、ちょっとね、このまな板ではそれができないので、ここから打っていっちゃいます。はい、じゃあこれで目打ちができました。そしたらね、まあ腹開きするところもあるっぽいんですけれども、自分はねちょっと背開きしかしたことないので、背開きでこれから開いていこうと思います。でね、うなぎこれ実はね、初めてさばくんですよ。アナゴとかはね、今までにも裂いたことあるんですけど、うなぎは初めてなんでね、ちょっと怖いですよね。いけるかな。いや、全然アナゴとかと違うわ。包丁が全然進まない。手切りそうでめちゃめちゃ怖い。ちょっとね、手を切りそうでめちゃめちゃ怖いので、こちら側にこのキッチンペーパー当てていこうと思います。これでね、スーッといけるかな。いや、全然歯取んないわ。穴ごと全然違う。怖っ。あ、目打ちも取れるし、やっべえな。これは苦労するわ。しかもこんな生クラ牛刀でね、やろうとする方が無謀っちゃ無謀でしたね。ちょっとあんまりにも滑るんで、下にもね、ペーパー1枚かませまして、これでなんとかいけるかな。いや、もうサクっていうよりギコギコしていくしかなくなっちゃってんな、これ。しかも当然ながらね、もうこれまな板いっぱいいっぱいなんで、最後までいけねえんだわ。ちょっとね、これ尻尾までいけないんで、少しそっち側にこう回して引っ掛けて、この辺でやってみましょうか。はい、ではなんとかね、尻尾まで来ることができました。これでね、片方はこうやって開くことができましたので、尻尾ね、まだこれ力入ってんだよな。はい、じゃあここまで来ましたら、ここでね、中骨のところをちょいと落としまして、でね、ここの腹骨のつながってるとこですね、ここをね、裂いていくんですけれども、はい、こんな感じですね。内臓も入ってるところ、腹骨のところですね、そこを今、包丁を入れていっちゃってます。よいしょ、頼む。OK。はい、じゃあこれでね、中骨、腹骨などがこれで切れましたので、ここから、
この中骨の下を通していきます。でその前にね、内臓取っちゃうか。内臓を引っ張りまして、はい、腹綿をこうやって引っ張って取り出します。はい、でね、ここね、肝ですね。よく肝串とかでね売ってますよね。ここも美味しいとこなんですけれども、お吸い物とかにしてもね美味しいですよね。ちょっとねこれ1匹だけでは何ともならないので、今日はこちら出番なしでございます。はい、では改めまして、こちら中骨ですね。ここに包丁を入れちゃってついついっと外していきます。いや、もう心臓も潰したしね、内臓も取り出したのにね、まだこうやってもう身が反り返ってくるんですよ。やるじゃないか。そうじゃないですね、生命力が。にしてもさっきのね、上身のところもうちょいかっこよくね、ピーッと裂きたかったな。うなぎ裂きとか使ってね、ピーッてやったらかっこよかったんですけど。はい、そして例によってもう尻尾まで来ちゃうとね、どうにもならん。こっち側にちょっとこう引っ掛けまして、これでなんとかやっていっちゃいましょう。で最後尻尾のところはポンと落としちゃいます。はい、これでね、うなぎの骨が取れました。これをねちょっと出汁とかに使うかもしれないんで一旦取っておきます。はい、じゃあこれにてうなぎが開くことができました。やった。はい、そうしましたらね、あとはね、かば焼きにするのに不要なので、頭はこの時点で落としちゃいます。ぶつっと。はい、じゃあこちらでね、うなぎが完全に開き終わりました。いかがでしょう。もういい感じでできたんじゃないですか。初めてうなぎさばいた割にはね。でそうしましたらね、一度さっと水洗いをして水気を拭き取っていきます。はい、ではこちら水洗いをきれいにしまして、まな板に戻ってまいりました。うなぎでございます。じゃあこれからね、これを3等分ぐらいにして串を打っていこうと思います。このぐらいかな、だいたいね。このぐらい3等分でしょ。こうですね。このぐらいです。やった。このぐらいからブツッと切っていっちゃって、すごい鮮度がいいからね、切った瞬間に身がキュッと縮みますね。このぐらいかな、このぐらいでブツッといっちゃって、一番いいところですね、ここね。はい、であと尻尾と、尻尾はねちょっと長くなりましたけれども、これでいいでしょう。はい、ということでこちらに串を打っていくんですけれども、じゃどうしようかな。串がねこれ合計5本しかないので3人になるって感じですね。なので、まあ、ここはね一番いいとこなんで、2本でなんとかねなるんじゃないかな。このね皮と身の間に打っていくらしいんですけれども、何しろ初めてやってるんでどんなもんかって感じですね。うまいこといくかな。はい、こんな感じかな。うん、貫通してますね。戻しますねえ、串打つのむずいんだけど。はい、これでね、なんかいい感じなのかな。とりあえず皮と身の間に打つことができました。じゃあね、もう一本こっち側に入れていきましょう。はい、じゃあこれでね、3本無事串に刺すことができました。なんならこれさばきより串打ちの方が圧倒的に難かったな。はい、じゃあ串打ちが無事完了いたしましたので、これからこちらを焼きに入っていこうと思います。タレもね一応自分では作りますけれども、ちょっと尺の都合上割愛させていただきます。はい、ではうなぎの串打ちが完了いたしましたので、これから焼きに入っていこうと思います。焼きなんですけれども、買っちゃいました、炉端焼き器、無色なのに。はい、ということでね、こちらの炉端焼き器を使ってこれからうなぎを焼いていこうと思います。はい、ではね、ちょっと隣でご飯炊いてて火ついてたんで、ボンベあると危ないんで、ご飯は炊き上がって今蒸らしの状態です。でちょっとこっちにね作ったタレを置いてあります。でね、バカだね、ハケを買ってくの忘れちゃいましたね。でハケ買うの忘れちゃったので、こういう感じでお皿に乗せてペタペタとつけながら焼いていくっていうスタイルでいこうと思います。では早速炉端焼き器、記念すべき第1回目点火。おお、ついた。ちょっとねここから温まるまで待ちます。はい、ではロボット焼き器いい感じにヒートアップしてまいりましたので、早速うなぎを乗せていこうと思います。よいしょ、こんな感じかな。うん、いいのかな、こんな感じかな。はい、こちらもね、乗せていきましょう。こんな感じか。あ、尻尾のところがね、ちょっとついちゃうな。ちょうどここね、火力少し弱くなってるところなんで、
から少し離す感じでやっていきますか。はい、じゃあこの調子でうなぎを焼いていきます。さあ行くぞ。はい、では皮面が焼けましてかなりいい匂いがしてきましたね。一度ここで返していきましょうか。あー、いいですね。ちょっと焼け目がついてる感じで、いや匂いがね、もうたまんない匂いしてますね。まだね、タレがついてないからかば焼きの匂いではないんですけれども、すんごいいい匂い。やったー。ではではね、ここらでこのうなぎをタレに一度ね、くぐらせていきましょうか。タレの中にね、ぺっとりぺっとりとハケ買ってくれよかったー。失敗した。串買いに行ったんだから、その時にね、ハケも買えよかったんですよ。まあね、皿でもつくかな、一応ね。じゃあちょっとこちらタレ塗れたもの戻していきましょう。こっち側もね、タレを塗っていきましょう。はい、じゃあこちらもタレを塗ったので焼き台に戻していきましょう。こういう感じでね、何回かね、タレを塗ったり焼いたりを繰り返してうなぎのかば焼きに仕立て上げていきます。はい、ではこちらうなぎがこんがりと焼けました。一つね、思うことはね、都心の激狭物件でうなぎは焼くもんじゃない、部屋の中煙っちゃってもうやばいことになってますね。まあそれはさておきまして、こちらね、炊きたてのほかほかご飯でございます。こちらのほかほかご飯にこちらうなぎを乗せて、あ、その前にあれですね、ご飯にこのタレの残りをかけていきましょうか。結局ね、ハケがなくて途中スプーンでね、かけたりしてました。やるじゃないか。こちらのタレをご飯にかけていきまして、はい、では改めまして、こちらふっくらと焼き上がったうなぎを串から外してご飯にのせていっちゃいましょう。はい、ではこちらタレがかかりましたら、ちょっとこちらあしらいものとしてはじかみ生姜ですね、こちらを添えていきます。はい、ではこちらで、はい、ではこちらで都心のワンルームとうなぴーの命の上に成り立ったうな丼完成です。では本日もいただきます。さてさて、いやー、ワンルームでマジでうなぎ一から焼くもんじゃないですね。いやー、住むんだよあんた今後もここに。まあね、それはさておき、うなぎ、せっかくのうなぎですから楽しみましょう。いただきます。なんかね、一から全部ね、ほんと裂くところからやるのも初めてだったんですけど、なんやかんやうまくいったんじゃないでしょうか。やったー。本当はね、途中蒸したりもするんでしょうけど、ちょっとそこまではね、うなぎ扱う身としてはね、素人でございますので、ご容赦くださいってことで。ではでは、ご飯と一緒に一口目いただきます。吹っ飛んだ、全部吹っ飛んだ。めちゃくちゃ柔らかくて香ばしい。なんこれ、うわ、想像の7倍ぐらい来てる。めちゃくちゃうめえ。ちょっとはじかみもね、いただきますか。たまらんね、この生姜とね、うなぎの脂っこさとのこの相性最強すぎる。マジでうめえ。でね、このうなぎとご飯を頬張ったところに、このインスタントのお吸い物、うまい。この松茸のお吸い物めっちゃ好き。お寿司とかてんやものとかね、実家とかで頼んだ時なんかついてきてたイメージがあります。はい、ではうなぎ一から初体験を堪能したところで、本日もここらでエナジー注入1本いただきます。おはようございます。ではでは、あとはのんびりと味わっていきます。では本日もごちそうさまでした。
で本日はね、うなぎのうなぴーをさばいてかば焼き丼にしていただきましたが、まあべらぼうにうまかったですね。うなぴーにはね、ぜひ来世でもうなぎに生まれていただいて、また私がさばいていただきたいなと心から願っております。ただ都心のワンルームでうなぎさばいて焼き台使ってかば焼きにするのは絶対やめとる方がいいなって思いますね。おすすめしません。マジで火事なんじゃないかってレベルで部屋の中真っ白に煙りますし、匂いも未だに全然取れないです。まあただうなぴーめちゃくちゃ美味しかったんでね、大満足ではございます。ということで本日の動画お気に召した方はチャンネル登録と高評価、それからコメントぜひともよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。